はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんばは、えー、今日もよろしくお願いしますお願いいしします、はいえー、ますすおお正月のね期間が終わりましてだんだんとね普通の暮らしに戻ってきてるなという感じがしますけれども、うんえー、去年はね年末に大雪がありましたけど実際お正月になってからだいたいそうですね1週間前後なんですけど、まあ、暖かい日が 続いていてて外で毎日遊んでますけど、あのーまあ、そんなに厚着をしなくても歩けるかな、うんまあ、気温でいうと8度ぐらいですかねあそうなんですね、うん、まあ寒いといえば寒いですけどあの全然外でねサッカーとかしたりとかしてるんで走り回ってね暖かいなっていう気持ちのいい天気が続いてますねうん、うん、で,、まあなんで 外でで走り回っっててるかっていうことなんですけど、うん、あのやっぱりね日本のお正月といえばなんですけどよく言われるのがあの寝正月っていう,ふうに言われますよねあ<ー>あの寝るっていう字ですね夜寝る寝るのにお正月っていう字を書いて寝正月とかっていうんですけどやっぱりお正月といえばねまあ大人は特になんですけどお酒を飲んで美味しいものを食べて。 そして、あの、寝ると。そして、昼寝からまた起きて、お酒を飲んで、おいしいものを食べて、そしてまた寝ると。そういう感じじゃないですか。うん、うん。それをまあ大体、3日か4日ぐらい繰り返すと。そういう感じじゃないですか。はい。で、しかも、お正月は、まあ、1年の中で一番豪華なものを食べますよね。そうですね。うん、まあ、うちもそうだったんですけど、 お寿司、おそばあとは肉とか、えー、しゃぶしゃぶとかうん、うん、あとは中華料理とかねお魚そしてまたお寿司、お刺身みたいな感じじゃないですか、うん、であとお餅もいっぱい食べますねうん、うん、なのでやっぱりね太るんですよ、うん、非常に太りますねうん あの、それをね、お正月太りっていう言い方をしたりします。そうですね、うん。お正月太りしました。してると思います。ああ <laughs> そうだね。まあ、しますね。必ずします。えー、僕はね、かなりしましたね。あら。はい。なんか、三キロぐらい増えましたね。えー、はい。なので。それもあって、毎日外に出て、子供と一緒にね。走り回ってるということなんですよ。なるほどね。うん それがあるとないとではかなり違いますからね。確かに。うん、昔まだ子供のいない頃はやっぱり寝て終わりでしたね <laughs>、うん。でも今はやっぱり外に行くので寝るのは本当夜だけですし散歩もしたりとか走り回ったりすることもあるのであの正月太りはいつもよりはましかなという気がします。うん、いいことですね。うん、大学生の時とか あとは社会人の最初の頃ですね20代の前半ぐらいの時は僕はね7キロぐらいお正月太りしてましたねええー、まあでも戻りますよすぐね1月の終わりぐらいには戻ってましたけどやっぱり良くないなと思ってたんですよねうん,うんなので、まあ、これからはねあの年も取っていきますしね体に気をつけていきたいなと思いますけど大変ですね、うん、あの1月日1日の日に えー、YouTube のね、あのー、コミュニティのところで皆さんお正月何食べますかっていう質問をしたんですよ、うんうん、それに対して、まあ、コメントをくださった方とかメールをくださった方とかがいたんですねいろんなものを食べてるみたいで、まあ、世界中、あのー、やっぱそれなりにあの美味しいものというかねを食べてるみたいなんですけどやっぱりクリスマスとかが一番メイン であのお正月はそんなにしないっていう人も結構いるうん、うん、しあとはあの、まあ、中国とかはそのお正月がずれてるじゃないですか、はい、本当に祝うやつがねだったりでまだそんなに今年はまだ1月1日はまだそんなにしてないよとかあとはそのロシアの方のクリスマスはまだ来てないとか。お 1月なんですよねな,るほどなのでそのまだ食べてないとか<ー>あの結構いろいろあってみんながみんなあのこの1月のねお正月の時にいろいろ食べてるわけじゃないんだなって思いました、うん、面白いね、うん、あと僕今ねあのカナダとアメリカのちょっと写真の会社の人とねよくやり取りをしてるんですけど普通に1月1日にすごいたくさんメールが来て。 普通に働いいてるんだなと思いました <laughs>、はいまあ日本はねお正月はもう特別感があってみんなお休みですっていう感じだけどやっぱり国によってその一番大事なところは違いますよねそうですね、うん、まあでもねそのタイミングがずれるだけでその一番おいしいものを食べる時は必ずお正月太りみたいなのはすると思うんですよ、うんうん、なのでね あの皆さんもそういう経験あるよっていう方がいたらねぜひコメントしていただきたいなと思いますちなみに言うとですね僕はあのお酒を最近飲まなくなったんですよそうだねここ1年2年ぐらいですねそれによってかなりこうマシになりましたねあ,あよかったお酒を飲むお正月はもう本当に終わりですね <laughs> <laughs> あの。 まあ運転ができないじゃないですか、うん、でそうすると行くところもないしその走り回れる公園まで行けないですね、うん、なのでもう本当に寝て起きて食べてっていう繰り返しになっちゃうんでね、うんうん、なのでまあほどほどにするのがいいですね健康的にね、うん、で今年はでもねお正月らしいものをたくさん食べることができて、まあ、とても良かったですねねそうです、ねうん、まあ子供もね あの初めておせち料理を食べたりとかしたので非常にいい年だったなと思います、うんはい、皆さんは、えー、お正月にどんな料理を食べましたでしょうか是非ねコメントいただけたら嬉しいですはいということで今日はお正月太りというお話をしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたではでは